本日の爆上げで理学した銘柄は、証券コード8031三井物産です。こちらは5日間分のチャートを表示しています。証券コード8031三井物産は、三井グループの大手総合商社、三井不動産、三井住友銀行と並ぶ三井新五三家の一つ、鉄鉱石、石油の生産権益量は商社の中でも群を抜いています。ご紹介する必要もないですね。言わずと知れた日本を代表する財閥系企業、就活生で知らない人はいないですよね。 権利確定日は3月と9月年2回です。僕の平均取得単価は2396円でした。本日全場で一気にプラテンし、開始から急上昇。まだ上がるのかと嬉しい反面、いつ利格するか焦りました。ピークは2484円だったようですが、僕はその手前、2456円で役場、利格しました。保有株数は400株。わずか20分、24000円の利格でした。 ちなみに1日の動きはこちらです。そして6か月1年のそれぞれのチャートがこちらです今日はもう幸せでまあ強いて言うなら100株のみ残しとくべきだったかななんてねちょっとそこが引っかかりましたが。 とりあえず、今日はぐっすり良い夢を見ます。そして明日も素敵な、まあ夢のごとき一日をって感じですね。以上、今日も超ハッピーなじでした。See you!